スティーブンソン一世は、アメリカ合衆国の政治家である。イリノイ州選出会員議員及びグローバー、クリーブランド政権で、第23代アメリカ合衆国副大統領を務めた。1835年10月23日に、ケンタッキー州クリスチャン軍で誕生し、1852年に、イリノイ州ブルーミントンへ両親と共に転居した。彼は、 ブルーミントンのイリノイ・ウェズリアン大学及び、ケンタッキー・集団ダンビルのセンターカレッジに入学した。1858年に、放送会入り医師、イリノイ州、ウッドフォード郡、メタモラで、弁護士業を始めた。なお1864年、アメリカ合衆国大統領選挙での民主党の、選挙人であった。 彼は1865年から1868年まで地方検事を務め、第44議会へ民主党下院議員に選出された。1876年に落選したが、第46議会に再選された。1880年に再選に失敗した。彼は最初の郵政長官を務め、続いて1892年にグローバー。 クリーブランド大統領候補の副大統領候補者となり、副大統領職を1893年3月4日から1897年3月3日まで務めた。1900年アメリカ合衆国大統領選挙でも民主党の副大統領候補、また1908年のイリノイ州知事選挙の候補だったが、いずれも落選した。アドレイ・スティーブンソニー一世は、 公の政治的活動から引退し、ブルーミントンで暮らした。彼は、イリノイ州シカゴで死去し、ブルーミントン墓地に埋葬された。スティーブンソンの息子であるルイス・ジー・スティーブンソンは、イリノイ州州、ストム長官を務めた。スティーブンソンの孫、アドレイ・ユーイング・スティーブンソン2世は、民主党の大統領候補だった。 彼の早々アドレイ・ユーイング・スティーブンソン3世は、イリノイ州選出上院議員。もう一人の孫は、俳優マクリーン・スティーブンソンである。ありがとうございます。